戦争で犠牲となった県内の戦没者の追悼式がきょう行われ、参列者は平和への思いを新たにしました。黙とう。鹿児島市で行われた追悼式は1868年の戊辰戦争以降の戦争で犠牲になった県の関係者およそ8万5400人の霊を慰めようと県が毎年10月に開催していて、今年で58回目となります。新型コロナウイルスの感染拡大防止のため参加は遺族らおよそ90人に制限して行われ、太平洋戦争で生後6ヶ月の時に父親を亡くした伊牟田博さんが遺族を代表して追悼の言葉を述べました。今に私たちできることをウィズコロナ社会の中で模索しながら、先代の尊い犠牲を礎にして今の日本の繁栄と世界の平和を切に望みます。参列者らは祭壇に花を手向けて戦没者の霊を悼むとともに、世界平和への思いを新たにしていました。